首都圏にある企業の昨年度の倒産件数が3年ぶりに増加したことが分かりました東京商工リサーチによりますと首都圏の企業の倒産件数は昨年度2189件となりましたコロナ前の2019年度以来3年ぶりの増加で前の年度と比べると14.2%増えています 10%以上の増加率はリーマンショック以来だということです。企業の倒産は、無担保・無利子融資の返済が本格的に始まったことや、物価高が重なったことが原因とみられます。東京商工リサーチは、賃上げや物価高に対応できない企業の倒産は、これから本格化する可能性が高いと見ています。